プロゴルファーが当然のようにやっているテイクバックという話ですけれども、まあ、このようにね、アドレスをすると、まあ、上級者か、ね、初心者かってよくわかるんですね。この膝が前に出てしまう方っていうのは手が脱力できない。このように脱力できる場所に、ポジショニングするのがアドレスの基本。このように膝が前に出てしまうと腕に力が入ってしまう。ちょうど脱力した重力に逆らわないところにアドレスすることがポイントになってくるんですね。で、これができると手で上げない、上級者のね、プロゴルファーがやっているようなアドレスができるので、手で上がらないで体で上げれるんですね。このようにちょっとやってみます。ここから床反力を使って、この後に、足を使った後に、その、この力だけで食らうというかね、この重たいものを持ち上げることができるんですね。ただしアドレス、腕は脱力、足、こういう風にすると腕を使うというか手で上げるってしまうんですね。膝が前に出ないようにして、足の力をうまく利用する。床反力を使って、この物体に浮力を与えるというかね、物を持ち上げる力を、床反力で与えるんですね。こうすれば手を使わないでこのように持ち上げる。こっちも同じくですね、持ち上げることが可能になります。まあ、ですから下半身を鍛える、プロゴルファーや上級者が足を鍛える理由というのはこういうところにあるんですね。足でこのクラブ、まあ、300グラムぐらいのクラブの重みを、足を使って持ち上げることでパワーをテイクバックで、まずこのクラブに与えていくと。それをうまく利用すると下半身リードの切り返しも容易にできるということになりますので、床反力、アドレスで手を使わないで、テイクバックする方法、まずはアドレスから見直してみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。